ソナルコンピューター、え、何これ、え、え、え、ちょっと待って、え、なんかバグったぞ、あれ、棒読みちゃんが死んだ、昨日あれか、いじりすぎたか、あれ昨日いじりすぎたか、まさか昨日あれだろう、昨日深夜の枠でパソコンの C ドライブに、 C ドライブから D ドライブにすげえ移動してした方がいいって言われて、何でもかんでも、何でもかんでも C ドライブじゃない D ドライブに全部ぶっ込んだんだけど、なんか棒読みちゃんがなんかエラー入ってんだけど、これあれだろう、これ絶対それのせいだろう、これ、え、なんかね、ちょっと待ってね、なんか棒読みちゃん狂ったんだよ、今エラー入ってんだ、ウィンドウキャプチャーでこれかな、これかな、あ、これです、なんかエラー吐きよったんけ、エラー吐いたんですけど、俺のこれなんすかそれ、プログラムファイル移動しちゃったかな、プログラムファイル移動した、復元機能使った、ああ復元機能、何が、何したの、え、ちょっと待って、何をしたのこれ、何をしたからこれなってるの、あれおかしいな、俺そのプログラムファイルなんて俺移動してねえのかな、いや何移動したかって言われると、6個目さんいらっしゃい、この動画を YouTube にアップしてください、いやアップするあれでもないだろ、6でもない枠だからアップしても意味ねえぞ、復元機能、いや、とりあえずさ、マイドキュメントとか、ピクチャーフォルダとか、あと、デスクトップも移動したし、あとは、マイビデオも移動したし、あとなんだっけ、移動させた。棒読み再インスコ、棒読み、あれか。これ声が出なくなって。棒読みちゃんの声が出なくなった。棒読みちゃんのね、声が出なくなりましたね。バグった。バグった、バグった。そんななんか悪いことした？俺。ゴミ箱ですか？ゴミ箱、いや、ろくなのない。ゴミ箱、これ、ろくなもんない。ろくなも入ってない。これ、何これ。これは、あれだな。これ、ちょっとググってみるか。ちょっとおかしいな。これ、検索かけてみた。大読みちゃんのエラー。ぼよみちゃんのエラーだ。多分これだな。マイクロソフトネットフレームワークを、は当然インストールしてるよね。
そのエラーはフレームワーク関連のエラーだと思われます。アップデートとかきちんとしてますか？だって、何それ？アップデート勝手にしてるんじゃないの？マイクロソフトネットフレームワークをインストールしたかって。今インストールじゃするわ。もうインストールしてあったと思うんだけどな。マイクロソフトネットはフレームワーク、データは外部に移動させて初期化。どういうこと？何のデータ？とりあえず、あ、でも、このコンピューターにはネットフレームワーク4またはそれ以降のバージョンがすでにインストールされてますけど、初期化するバックアップ取って。え、何それ怖いんだけど。何それ怖いんだけど。え、何それ、初期化すんの、パソコン全部。それ大丈夫なの？それ大丈夫なの？それやって。難しいことできねえんだから。え、それやって大丈夫なの？それ。え、全部バックアップってさ、バックアップってあの、外付けハードディスクにさ、何それ。何やったんかな？外付けハードディスクに全部データぶっ込んで初期化すんの？原因わかんねえだろ。一番早いよ。やだぁ。それやだぁ。それ戻ってきそうにない気がするわ、それ。なんかいろいろファイル消滅しそうだから嫌なんだけど。いろいろあのファイル消滅しそうだから嫌なんだけど。あれするか、復元するか、復元するか。復元機能を使って1ヶ月前まで戻す。1ヶ月前まで戻すの？それまたなんかインストールしなきゃいけないじゃん、1ヶ月以内の、あれ。1ヶ月以内のやつ全部インストールしなきゃいけないじゃん、それ。ちょっと待って、復元機能はあれなんちゃうか。あ、死んだ。復元機能が、どうやって復元するんだったっけ。いや、もう昨日あたりからもうおかしかった。昨日多分ね、あの、このね、リスナーさんにね、いろいろ教わったんですよ。で、C ドライブの、あの、ピクチャーとか、あの、ビデオとかを全部その、D ドライブに移した方がいいっていう言われて、あの、片っ端からあの、ぶっ込んだんですよ。C ドライブのやつを片っ端からなんです。D ドライブにぶっ込んだんですけど、それぶっ込んだのは今日なんですよね。今日ぶっ込んで、で、そっからっすね。バックアップ。初期化ちゃうわ。あれするわ。
ん？何のために？いや、なんか、そっちの方がいいからって。以前からブルースクリーンになってクラッシュするんですよ。で、そのせいじゃないのかって言われて、クラッシュするんですけど、それのあれですね。クラッシュするんですよ。よくクラッシュするんですよ。ウィンドウキャプチャー。これですね。こんな感じでクラッシュするんです。そういう感じだともうそろそろパソコンの寿命ですか。一番早いのは初期化。だってさ、昨日さ、パソコンのガチ勢言っとったで。なんかすっげえ最後に嫌味吐いてさ、言っとったけど、俺はもう絶対もう変えた方がいいと思ってるのよ。このパソコンもう5年ぐらい使ってるから。で、そのことをそのリスナーに言ったんだけど、なんかそしたら、あ、じゃあそうすれば、経済が回るから、なんか捨て台詞を吐いて、捨て台詞を吐いて言ったから。多分それ問題じゃないぞって。このブルースクリーンになるのは、ハードディスクがぶっ壊れてるせいじゃないぞって、そのリスナーが言ってたんですよ。絶対他に原因があるって。俺は絶対これハードディスクが絶対おかしいと思ってんだよ、これ。絶対おかしいと思ってんだよ。こんなブルースクリーンなの。ニコ生と、YouTube で今まで同時配信してたんですけど、同時配信してて、いきなりクラッシュすることが多くなって、で、今、同時配信もやめたんですね。C ドライブ買い替えればいい。クリスタルディスクインフォメーション使ったっす。それ使った。問題ないって。問題ないって言われた。正常ですって言われた。正常。ほんとさ、お前ガチ勢だろうがよ、ボケって。ほんと余計なこと言ってくるよな、クソリスナー。ほら、正常って言われてる。正常って書いてある。消えちゃ困るデータだけ取り出して初期化。ガチ勢じゃないんだし、PC のこと博士じゃないだろ、君。いや、だからさ、そのガチ勢の人に聞いて、言われてやったのに、ね、結局問題は起きてるわけでしょ。一体何なんだいって、それ。ほんとあれだよな。もう使えねえとかのレベルじゃない。もう逆なんだよね。リスナーはこれだから信用ができない。ほんとにさ、今まで特にさ、ね、まあブルースクリーンにずっとなってないから、YouTube と同時配信してないからさ、で、よかったんですよ。それで、ずっとブルースクリーンになってないんで。それなのにまたさ、ガチ勢のさ、リスナーにさ、信じてさ、ね、やったらさ、これだよ。マジ。ほんとめんどくせえな、ほんとに。マジでめんどくせえやつな、マジで。ほんとに。クソの役にも立たねえわ、マジ。リスナーはマジで。クソの役にも立たねえわ。だから役に立たないどころか、むしろ逆のことしてるんで。役に立つ、立たないの問題なく、逆に壊すようなことしよるから。ここのリスナーはマジで。マジめんどくせえ。
だから俺パソコン買うって言ってんのにさ、それなのにさ、15万ぐらいでパソコン買うって言ってんのにさ、ね、あの全然、ね、なんか大丈夫とかで、それパソコン、あのハードディスクの問題じゃないから大丈夫とかさ、言ってさ、なんなんだよそれ。絶対問題だって。確実にどっか行かれてんだよ、絶対。もう5年も使ってんだぜ。お前が一体何わかるっつんだよ。ほんとガチ勢のくせによく知りもしねえさ、なんかガチっぽいさ、ねえこと言ってさ、実は全くガチじゃないんじゃないの、あいつ。だから買い替えるって。買い替えるもん、だから今貯金してんだって買い替えるの。パソコン買い替えようと思って今。まあ、貯金してるんですよ。でもそろそろ、溜まってきたんで、貯金が。15万、16万ぐらいで、溜まってきたんで、そろそろ、まあ、買おうかな。もういろいろ調べたんですよ、このブルースクリーンに関しても。いろいろ調べたんで。ググったりとか、2チャンネルに聞いたりとかさ、ヤフー知恵袋に聞いたりとかさ、いろいろやったんすよ。でもね、原因不明です。原因不明。まあ、なんで、買い替えるしかないと思う。絶対。で、なんかさ、ね、なんか SSD がさ、いいとかさ、言うてるじゃないですか、今のね、時代。まあ、ハードディスクドライブよか、SSD がね、いいぞって。でも、高えじゃん。SSD なんてさ。よくさ、なんかそっちの方が、SSD にした方が、なんか、消費電力が食わないだとか、なんかよく言われたんですけど、どうなんすかね。どうなんすかね。SSD って何？いるの？そんなに。そんなにいるの？パソコンは予算が15万か16万ですね。なんか SSD は、C ドライブを SSD にして、256GB のやつにして、で、D ドライブを、ハードディスクドライブの 2TB にした方がいいみたいなのは言ってるんですけど、C ドライブが 256GB で足りるのかって話。足りないんじゃない？だって今現在、俺のパソコンの今の、ね、C ドライブが今、200GB ぐらい使ってるんですよ。今。C ドライブ 200GB 使ってるの。で、SSD だったら、256のうち、200使うわけでしょ。ってことは残り56なわけじゃん。これ足りなくねって。普通に考えて。足りねえんじゃねえのって。だから SSD は、256じゃなくて500だと思うんだよ。500だと思うんだよね、俺はね。だから。なんか256で十分ってかって言ってるけど、別に十分じゃなくねって話。まんまんさん400ポイント広告ありがとうございます。500GB で8000円くらいの買えばいい。55個目さんいらっしゃい。500GB で8000円くらいの買うか。多分256じゃ、絶対足りねえと思う。もしくはもうそもそも SSD なんていらねえっつって、撤廃して、高えから。もう高えから、2TB の、ハードディスクドライブにして、で、C ドライブに、1TB。
D ドライブに1テラって、半々にパーティションで分けて使うかってね。まあ、それをちょっと考えてるんですよね。だから今何でもかんでもなんか SSD、SSD って言うてるけど、別に俺ハードディスクで別に困ってないんだよ。別に困ってないんですよね。だから、まあ主に、まあ俺がやるって言ったらニコ生やりながら YouTube やりながら、だから同時配信。いわゆる同時配信ですよ。ニコ生やりながら YouTube も同時配信して、で、さらに、パソコンゲームをやるっていう。なんで、基本的に、まあ、スペックはやっぱそれなりに、まあ、普通の人間よかは多分、かかるとは思うんです。グラボは1050T ですね。GTX の 1050T です。まあ、それがだいたい1万8000円ぐらいか。15000円か18000円ぐらいだろ。まあ、だいたいパソコン自体を15万ぐらいで買って、で、別でグラボ買って、で、合計で今165000円ぐらいか。って感じかなと。思っております。まあ、グラボは多分 1050T で十分だと思います。俺、現在としては。そんなに、そんなに求めてない。これなんかどうですか？あ、フロンティアね。Windows 10 64ビット。Core i7 の8700。で、メモリが 16GB。8GB、8GB で 16GB。320GB の SSD と 2TB のハードディスクドライブ。で、高額ドライブなし。まあ、これ、あれだな。最低、高額ドライブはまあ買わないとな。CD と DVD。ブルーレイなんてどうせ見ねえから、いらん。で、GeForce の GTX 1060の 6GB。ああ、いいね。で、電源が 600W の ATX 電源の80プラスブロンズ。1年間センドバック保証。なるほどね。これで112,800円か。おほう。カスタマイズで2,000円足せば SSD 480GB になる。なるほど。インテルのその8700ってそれ結構いいやつなんですかね。i7 の8700って割かし、やっぱり、今の時代的にはコスパが高いみたいな感じですかね。うん。あと特にまあそうっすね。これでも全然いいと思う。でもケースがちょっとあれだな。ケースがちょっと、あれダメだな、これ。これ多分俺の今のパソコンのケースと全く一緒です。表面に、USB が2つついてるんですけど、個人的に4つぐらいつけた方が、好きなんです。前面ってやっぱ使うじゃん。裏面なんて大して使わねえんだよ。前面にね、4つは欲しい。だから、これ、あれだな。これ、ケース変えねえといけねえ。これケース変えた方がいいな、これ。だからケースが変えられる、やつが、でももう多分俺購入する場所も決まってるんですよ。俺が購入したいサイトが、もう決まってて、パソコン、
ップセブン、パソコンショップセブンっていうとこですね。俺ここで今のパソコン買ったのここなんで、でここすげえあの待遇がいいっていうか、非常に前ぶっ壊れて、パソコンぶっ壊れて送ったんすよ。そしたらね、なんとパソコンが全然ぶっ壊れたとかじゃなくて、マザーボードがなんか刺さってなかったみたいな、刺さりが悪かったとか、あとなんかメモリが刺さりが悪かったみたいな感じで、実際全然ぶっ壊れてなかった。で返送されてきて、その分の送料も無料だったし、あとまあ、修理費も0円でやってもらいましたね。で、ここすげえ、好きなんですよ。個人的に。なんかケースも選べるんだよね、いろいろね。ケースもいろいろ選べるんで、ここで絶対多分買うのはまあ間違いなくここですね。俺は。まあここで適当にググって、まあ、買おうかなという感じですけど。今の俺のパソコンのスペックが i7 の 4770K ですね。 4770K なんで、まあ今のやつだったら全然5年前のやつだからこれ全然いいと思う。まあ、こっから適当に選びます。あ、今の一番売れてんのが、Core i7 の 9700K です。って書いてある。ただ、この 9700K は、まあ、多分間違いなく高い。多分カスタマイズしても、かなり高いんじゃない？そんなでもないのか。まあ15万もあればもう十分なやつ買えるやろ。デスクトップだったら。デスクトップだったらもう相当あれでしょ。いいの買えると思うぞ。
SSD いるかな？ SSD、そんなにいると思えねえんだけどな。個人的には。SSD いるかな？あと5年ぐらい待った方がいいんじゃないか、SSD も。高えから。高えからもう、あれした方がいいんじゃない？このさ、パソコンショップでさ、こうやってさ、何にしようかなーって選ぶのいいよ。このリカバリディスクってのは何なの？使ったことないんだけど、リカバリディスクって何？はい。
でも安いよ。あ、安い。安い。安っ。めっちゃ安い。15万ぐらいかかるかなと思ったけど。いや、そんなことはない。すげえ。なんと、合計金額送料無料です。13万6554円。あ、これはいいな。安いな。これ安いな。これいろいろちょっと、探すの楽しいね。こういうの。こういうの見ると楽しいんだよな、この、買う前のさ、買う前のこうさ、なんかいろいろさ、ね、どれにしよっかなーとか言ってさ、どれにしよっかなーとか言って、時が一番あれなんだよ。スペックがね、Core i7 の 9700K の、メモリが、8GB の 16GB で、ハードディスクが 2TB で、電源が、600W の、80プラスブロンズ電源。多分 600W あれば1050か60ぐらいならいける。で、マザーボードがやろ、アスロックの H310。で、SSD が、あ、違うわ。メモリあれだ、10、あ、最近あれなんだ。もう 16GB1 枚のやつ出てんだ。そう、ワクワク感がいいんだよ、このな。69個目さんいらっしゃい。あ、もう最近あれなんだ。もう 16GB っていうメモリが1枚で 16GB ってやつ出てんだね。多分メモリは 16GB あればもういらねえと思うわ、もう絶対。ハードディスクが 2TB で SSD が 480GB。SATA 3の 6GBps。当店人気ナンバーワンって書いてある。まあ、SSD 480GB ぐらいあるのいいだろ。んで、光学式ドライブが DVD のスーパーマルチ ASUS。ASUS のやつで、グラフィックカードはオンボードにして、これ後で Amazon で買う。Amazon で1050T を買うわ。って感じですね。これで136,544円。送料込み。送料無料。これにすっかな。これまだね、いや、まだあれなんですよ。これ一発で決めちゃダメなんですよ。こういうの。マジで。こういうのをね、絶対ね、これ一発で決めちゃダメなんですよ。こういうの。こういうのは絶対まず一発で決めないで。一発で決めたらダメなんです。こういうのはね、ここのね、やっちゃいけないんです。
で、このさ、パソコンショップのおすすめとかって言って、買うやつもダメなんですね。おすすめイコールもうあれだから。いわゆる、金を、知らんバカみたいな、女とかさ、女性とかは俺パソコンとか詳しくないでしょ。もしくは、じいさんとか、じいさんとかの、ああいうやつに、適当に言いくるめて説明して、これがおすすめですって言って、なあ、買わせる、ぼったくりみたいなもんだよ。こういうのも絶対引っかかっちゃダメ。ちょっとみんなマジでこれ探して、このパソコンショップセブンでさ、探してくれない？同じく。俺と同じでか、あれしてくんない？いいの見つけたらちょっと URL 貼ってよ。一緒に探そうぜ。一緒に探して。良さそげなやつあったり、一緒に探してくれよ。この探してるときは楽しいんだから、まあ、パソコンは。まあガチ勢だったら普通に自作すんだろうけど、俺頭悪いから自作はできねえ。もう昔からね、あのね、これ本当の話なんだけど、俺が、昔働いてたケーキ工場があって、そこでね、機械の作業を任されてたんですけど、俺の時だけね、すげえ機械が暴走するんですよ。でね、長年経ってね、多分ね、分かった。暴走する、理由が分かった。なんと、人間、実は、静電気を、持つ人間と持たない人間がいるらしい。主に、すげえ、精神的にやられてる人間っていうのは、ものすごい電気を貯めるんですよ。だからほら、なんか、ドアノブ触ってバチって来る人いるじゃん。冬とか。特に冬。あれ全然なったことないやついるんねん。俺、マジで、何回もあるんですよ。だから、静電気を多分ね、蓄積してる、帯電しとるんだ。それのせいで多分おそらくパソコンってね、機械が、狂っとるんだと思うね。マジでそういうのあるから。俺の時だけなんか怒るんさ、エラー吐くんですよ。ずっとすげえ腹立ってて、お前絶対見てんだろこいつって、お前絶対、お前機械に見せかけた、お前生き物だろお前絶対っていうレベルで、上司からもお前ん時いつも壊れるなみたいな言われて、本当にさ、あれおかしいって絶対。なんで俺のせいなの？絶対俺のせいじゃないのに。なんか俺のせいにされるんだよ。腹立つんだよ。本当に腹立つんだよ。予算15万ね。予算15万です。予算15万でできれば、あれ CPU が 9700K が、っていうか今思ったけど、 SSD ってさ、 Amazon で買えば安いんじゃねえの？いや、なんでもそうなんだけど、 Amazon で買って自分で付けた方が安いんじゃねえの？
でも付け方がわかんないか。誰でも簡単に付けられるとかだったらいいんですけど。これ簡単にさ、初心者でも付けられるもんなのこれって。内蔵 SSD。500GB で8500円ぐらいだな。安くなったもんだな、ほんとに。SSD もほんとに安くなったもんだ。やっぱ SSD いらねえんじゃねえか。もうこれ SSD いらねえんじゃねえ。俺そんなガチ勢じゃないよ。プロゲーマーじゃねえんだからさ、プロゲーマーじゃねえんだからさ、いらねえんじゃねえか SSD なんて。 SSD いらない説あるよこれ。絶対これいらない説あるな。 SSDこれいらない説あるわ。これ SSD いらんぞ、多分。だってどちらにしたってあれでしょ。SSD だって寿命あるでしょ。まあハードディスクよくは寿命長いらしいけども。言うてもパソコンなんて5年ぐらい使ったらもうぶっ壊れるからな。どうせ5年ぐらいごとに1個買ってくるようなやつやん。パソコンなんて。消耗品だからな。いらねえんちゃうかな、これな。ガチ勢じゃなかったらセロリンでも十分なくらいスペック上がってる。何セロリンって何？セロリンって何ですかそれ。まあ、いらねえんじゃねえか SSD なんて。まあ、ガチ勢じゃねえんだからさ。ガチ勢じゃねえ、 FPS ガチ勢じゃねえんだから。絶対そんなさ、いらんって。いらんって、絶対。まあ、多分、あと5年後ぐらいになったらいるようになるかもわからんけど、まあ、現状として500ギガとか、いらねえんちゃうか。いらねえんじゃねえかな。
でも早くなるっつうわかんねえな。こればっかしはもう使ってみないとわかんないっすからね。 SSD 入ってるやつで使ってねえ見ないと多分あんまわかんないんじゃないかな。おそらく。
あ、俺明日俺9時にあれ、皮膚科行かないといけないのよ。最近肛門がさ、痒くってさ、痒い上になんか痛いんですよ。痔かもしれない。痔かもわからんな、これな。すげえ痒いんだよ、肛門が。肛門がすっげえ痒くて、今日医者、病院行ってさ、その前にググったんですよ。そもそも肛門の、痔っていうのはどこのあれなのかって。ね。肛門科なのか、外科なのか、泌尿器科なのか、皮膚科なのか。全然わかんないんで、ググったんです。で、そしたら外科がいいらしい。で、外科で行ったら、今日その病院、外科の病院行ったら、外科じゃなくて、皮膚科ですって言われて。これ、皮膚科ですねーとかって言われて。しかも今日皮膚科やってませんね。明日の午前中だけですね。痛いんだよ、それって。皮膚科かよ。わかんねえわ、マジで。なんだかもわからんだろ、大体。肛門科なんてそもそもないっつうの、そこら辺に。肛門科の病院なんてそもそもねえんだよ。皮膚科かよ。さっきの構成でいくらだっけ？ああ、さっきの俺がお気に入りって言ってたやつ？あれが、13万5千円ぐらいだったっけ？ 13 万5千円ぐらいですかね？これ結構穴あるんだよな、こういうのってな。だから期間限定でさ、割引とかさ、いっぱいあるじゃないですか。だから、今日は安くても明日は安くないみたいな、そういうのもあったりするし、その逆もあったりするしな。いや、昨日は高かったけど、今日だったら安くなってるわ、みたいな。とかもあるんですよね。そういった感じのはありますからね。ああ、あとさ、それタワーケースとミドルタワーケースってあるけどさ、やっぱミドルタワーケースよかさ、タワーケースの方がでかいやつの方がいいんかな。同じような構成で13万660円。あ、それちょっとURL 貼って。俺が今持ってるやつがタワーケースなんだけど、まあ、確かにでけえんだよな。クソでけえんだよ。はい、ありがとう。
ああ、でもミドルカタワーケースでもいいみたいだな。ああ、ケースは、ああ、そうですね。で、多分GTX 1050T か、もしくは1060を買うんで、電源は 600W ぐらいいるよね。電源は 600W ぐらいいるとして、マザーボは買えないんで、これでいいとして、これ16でしょ。ハードディスクが1テラでしょ。ハードディスク2テラ。マザーボードは、あ、マザーボードアスロックじゃねえの？これ。あ、アスロックですね。アスロック。このパソコンショップは大体初期値がアスロックだから、まあアスロック安定ですね。アスロックで全然いいと思う。これで、あ、今の俺の構成だと13万5千4円。税込みで13万5千4円。これもちょっと保存しとこう。さっきの俺が保存したやつが、いくらだったっけな。同じやつやな。これダメだ。それぐらいっすかね。でも13万5千円で、で、それプラスアマゾンで、ね、グラボ買うんで、まあ、うまいんじゃないですかね。美味しいんじゃない？あ、でもちょっと違うな。何が違う？ああ。
ますよ。そっちの方安いな。そっちの方安そうだぞ。あ？ああ、いいのか。あ、そっちの方が若干安い。1000円ぐらい安いわ。俺、この穴よ。こういうのあるからな。そっちの方が安いわ。1000円ぐらい。ほぼほぼ、構成全部同じにしても、なぜかそっちの方が安い。ああ。どういう理屈なのかわからん。俺がさっき保存しといたのが、ここのこれですね。ああ、1000円安いよ。1500円ぐらい安い。和志さんの方が1500円ぐらい安いわ。内容法全然同じなのに。多分何も違いねえけど、1000円違うっていう。パティン。それが一番いいかな。見た感じでいくと。なんかそれで一番安い気もするな。メモリは32ギガも絶対使わないよな、これ。あと5年先を考えても、まあ、32ギガメモリ使わねえんだよ。絶対。せいぜい16で十分なんだよ。
これが最安値かな。だいたい俺、タバコ吸うんで、パソコンの中、とんでもなく汚いんだよ。ホコリマルケの、ホコリまみれの上に茶色いホコリがもう、ぎっしり入ってる。掃除すんのもめんどくせえから、あれ、換気扇じゃねえや、換気扇とかに、かぶせる、なんか、綿じゃねえ、なんていうの、カバーじゃねえか、カバー的なやつ。ダイソーで売ってるじゃん。エアコンのさ、網のところにさ、貼り付けてさ、ね、ホコリを取りますみたいな。それをパソコンに、くっつけて、ホコリがなるべく入らないようにしてんだけど、やっぱ入るんですよ。やっぱり入るんです。あとこのリカバリーディスクっていうのが何なのか全然わかんないんだけど、いるもんなの大体。ん？あ、こんばんは、データさんいらっしゃい。今ちょっとパソコンのあれを物色してます。買った時の状態に戻してくれるディスク。それ使う？それ。そんなの使うの？あとちょっと質問。メモリって8ギガ8ギガで入れた方がいいのか、16ギガを1枚で入れた方がいいのか、それはどっちが、どっちがいいんですか？速さでいった88。あ、速さでもね、俺よくあったんすよ。今のパソコンもそうなんだけど、なんか知らんけど88で入れてんだけど、なんか
時々いきなりなんか、狂ったりするんですよ。で、なんかその、なんか、はまりが悪いんだろうな。二枚差しの方が片方行かれた時に交換できるから。あとから32に進むするつもりなら16もある。なんかね、おかしいんだわ。いきなりパソコンが起動しなくなってさ。で、修理に出したら、メモリがはまって、はまりが甘かったですって言われてさ。何それって。あ、安い !134,494 円。500円ぐらいさっきよが安い。500円ぐらいさっきよが安い。すげえな。よく見つけてくるね。じゃあやっぱ8ギガ2枚にした方がいいのか。8ギガ2枚にすれば13万。764円。これもブックマしとこう。なんか刺さりが甘いんだよな、あれ。メモリってなんかすげえ刺さりが甘えんだ。メモリが刺さってなかっただけでもう起動しないからね、パソコン。びっくりした。じゃあ8ギガ2枚の方がいいのか。こっちと計算が違うけど、ハードディスクドライブ増やすよ。ハードディスクを2テラにしてます。ハードディスク2テラの、SSD が480ギガ。で、2テラもいるのかっていう話なんだけど、わからない。わかんない。2テラもいらねえんじゃねえかって。確かにそう言われるといらねえんちゃうか。SSD が480でしょ。で、D ドライブに1テラでしょ。いらねえんじゃねえか。ハードディスク2テラもいらねえんじゃねえ。何にその、だって、今のこのパソコンあれだと。実質500ギガぐらいしか使ってないもん。500ギガぐらいしか使ってないもん。1テラでよくね？これ1テラでいいんちゃうか、これ。やっぱり。ああ。1テラでいいんじゃねえか。逆にその2テラだとして、そんなに何に使うのって話だ。使うもんないんですよ。別に使うもんがないから。それでも俺のところ13万764円。いや、クーラー変えてない、変えてない。あ、同じ。13万の飛んで764円でしょ。あ、同じ。で、さらにこっから、ハードディスクを、1テラに戻すと、127,524円。これ1テラもいる？これ。D ドライブに1テラもいるか？みんな、
あの、みんな似てらとかなの？逆に。これ見てるパソコンのガチ勢は似てらとか普通にあれなの？なんか使うんか？似てらとか普通に使ってるんですかね？3テラも使ってたの？何に使うの？その3テラって。それ何に使ったの？エロ動画とか、あの、大量に入れてんの？ X ビデオでから、あの、持ってきたエロ動画ダウンロードしまくって、あれしてんのか。何にそれを使うんですか？ 3 テラって。あれか？なんか、なんか職人的な人ですか？職人的な。ゲームインストールしたら DVD のバックアップ取る。ああ。なるほど。いると思えねえな。いるとは思えない。だってゲームとかだったらスチームでしょ？スチームで買ってダウンロードして、まあ全部パソコンに入れておかなくても削除してまたダウンロードできるからな。1テラ2テラにするべきなのか迷いますね。ちょっと分かんねえ。自分でもよく分かんねえ。テラいるかな。まあでも2テラにしたところで13万ぐらいだもんね。2テラにしたところでの13万ぐらいだもんな。安いですね。
まあだから、それに、その話になってくると、SSD は果たしているのかって。SSD のその、SSD で480列は、それ、大丈夫なのそれ。C ドライブに SSD の480でしょ ?480 で足りる?だいたい C ドライブってさ、半分ぐらい開けとかなきゃいけねえんだろ、重くなるから。重くなるから、その、C ドライブの容量の半分以下に抑えなきゃいけないんでしょ?なんか、聞いた話によると。そういうことやねんな。つまり実質250ギガぐらいしか使えへんってことやろ。それがいけるのかいけないのか、わかんないんだよ。ゲームはインストールしてないから、俺は164ギガしか使ってない。だからさ、D ドライブに、じゃあゲームインストールするんでしょ?ってことは、じゃあ SSD にゲームインストールしたら早いんじゃないの?そういうのじゃないの?ゲームは別に D ドライブに入れといても、別に早くなるとかそういうのではないんですか?基本ゲームは全部インストールするのはあれ D ドライブなわけで、そういうことだよね。でも、あれなんでしょ?でも、パソコンの立ち上げとか早いんでしょ?多分。その C ドライブに SSD した方が。まあ、ゲームは別に早くねえけど、その Windows の立ち上げとかっていう意味では、早いってことなんでしょ?多分ね。だから SSD っていうのはそもそも、その、Windows の10を入れておく場所として、その使うのが普通なんですかね。俺はなぜかゲームのロード時間は気にならない。ブラウザとか配信ツールの類が早い方がいい。ああ。なるほどね。ってことは、ブラウザとかは立ち上がるの早いってことなんですね。SSD は。なるほどね。俺今の時点でも別にハードディスク使ってて、立ち上げ遅えなとかって思ったことないんだけど。やっぱいらない説あるな、SSD。あと5年待った方がいいかもから。5年待った方がいい気がしてきたな。全然気になったことないもんな。パソコンくっそうせえなーとかさ、立ち上げくっそうせえなーとか、あと SSD は省電力設定なんでしょ。省電力だから、電気代がかからない。
俺1日12時間ぐらいずっとパソコンつけてるけど、あの電気代も、あの、1ヶ月6000円ぐらいしか使ってないんで、別に、あの、普通だと思ってるんですよね。普通だとは思ってるんだけどな。いけらいらんじゃねえかよ。やっぱ SSD いらない可能性すらある。これ難しいな、この SSD いるかいらないかの。あれ。いるかいらないかの、あれ、いろいろあれなのきついな。SSD いらないんじゃねえか、もう。やっぱりいらないんじゃねえかな。難しいっすね、これはね、ちょっとね。ちょっと難しいあれだな。ちょっと難しいは難しいけど、まあでも、GeForce の GTX1060 ってこれあれなんだ。2種類あるんだ、これ。知らなかった。2種類あるんだね、これ。6ギガのやつと、3ギガのやつあんね。まあ、やっぱ6ギガの方がいいんだろうな。そりゃな。1万8000円ぐらい。まあ、あんま変わんねえか。
まあいいや、まあちょっとあれだな、ここいらへんはあとで、あとでいろいろ考えますか。うん、思った以上にあの値段が安い、安くなってる、うん、かなり。そんな感じはしますね。ただ結局なんか同じ構成にしたら値段が結構まちまち変わってきてるのが、まあこれはこれでね、まちまちなんで、うん、まあ、とりあえず長い間ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、バイビー。